行くぞみんな。行くぞみんな。イーターどもに食われたかと思っていた。その姿があなた。そういえば貴様にこの姿を見せるのは恥。ロイヤルナイツにおいては異質なウイルス種にしてないと。輝ける希望のバラをいただく。これこそが。イーターを操っていたのは上城に潜り込みスウェドーさんの研究に協力する形で必要なもの。しかしデジタルウェーブの制御がこれほど。まさかスウェード人間がでその力で罪のない人々を滅ぼそうと。罪がないとは笑止千万。全ては貴様ら。お前の父親が作ったエデンネットワークが道となりそして悪夢が始まったのだ。イーターによるエーデンの創始者上城悟の罪は私が裁いた。やはり許せない。許されざるは貴様ら人間ども。エグザも貴様も許せないのだろう。喜べ貴様ら人間の罪。貴様らに止められるか。この世界の終わりのは。まずい。エグザムを止めなければなんとかなる。今こそみんなの力を合わせましょう。我が盟友の声しか。守りたい思いが強ければ強いほど。リナもこっちの世界を気に入ってるみたいだし壊させる。れだけの力が集まればあの少年を見ていない。そうか、奴は私の追跡を次は確実に仕留めねばならん。しかし今はこちらが先だ。全力で参りましょう。ダメだ、止まらん、飛び出すぞ。あいつは僕が追いかける。僕も行く。このまま逃がしたらリナに蹴っ飛ばされそうだ。ここは彼らに任せる。今は体勢を立て直さなければ。ああ、そうかい。鮮度。危ない！ディアクモン！遅えんだよ。すま！これが力がこれだ、この力。何なの？ねえ、何なのよ。ちょっと誰か何か言ってよ。ロードナイトもを取り逃がし、エグザモンも抑え、そして盟友デュークも。作戦は一度事務所へ戻って体制。皆さん、エグザモンとの戦いでし、政府は非常事態宣言を発令。一般国民には冷静な行動を心がけるようより。やはりエグザモンはとてつもなく。ごめんなさい。いや、過去を悔やんでも仕方がない。それにまだ全てがエグザモンの動きを分析すると、一定期間の活動も必ず旧エグザモンの持つ桁違いのデータ質量を維持するには膨大なデジとんでもなく燃費が悪い。そのようだな。そして休眠行動の際、外部からデジタルラインを経由して。デジタルラインをってことはやっぱりデジタルウェーブを供給しつつ、一部バグ化したエグザモンをイーターと同様の制御法で操っているとであれば、デジタルウェーブの供給を遮断するロードナイトモンの制御下からも。さすが京子さん。迅速かつこれ以上ない精度の理解。褒めてもうまっ。いえ決してそういう。残念だが今はそれどころではない。こちらでデジタルウェーブの流れを空論内部に。デジタルウェーブの流れが幾重にも重なる。そこがデジタルラインへデジタルウェーブ。その場所にリエさんがロード。可能性がないわけではない。それじゃあ私が行きます。エグザモン戦で消耗したオメガモンたちの回復を待ちつつ、確かな情報をその剣幕では止めてもいた。遊具として活動していた君の能力の高さは今さら今後の作戦においても大きな。だがことここに至って単独行動など論外だ。はい、よろしい。目指す交流点は空論レベル5エリアの奥にある。敵にとっても重要なトラップなどの厳重な警戒態勢は必至だ。くれぐれも慎重に。では空論で合流し、よろしくお願いします。ゆうこっちを怒りというより清い。ロードナイトモンが父親の仇と判明した今、無理。あの状態では思わぬ過失を招きかねない。何やら心得違いをしているよ。どれあれを試し。リラックス効果のあるハーブ13種類をブレンドしたそのハーブティーでコーヒーを入れ、さらに豆腐、いずれもストレス解消効果。私はストレスとか特にやちょっそれじゃあファイト。さあ完成だ。遅いです。交流点はこのエリアの奥にあるはずですが、他にルートはないのでどうにかしないと。落ち着け。気負ってる。父は殺されたんです。その仇を気負って当然です。それが私のものは心配してくれだなんて。私、あなたは本当に幸せな人ですね。以前助けてもらったことは感謝ですが、友達ぶって妙な気を回さないでも。私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど、私はこれだけ言いたいことがいい。何ですかそのお花畑の理屈は。まったく、あなたって人は。いやいや、これはご機嫌うるわ。そこまで警戒する必要がありますかね。おや、あなた怒ってらっしゃる。この人から聞きました。新さんに何をした。いや、少しばかりお手伝いひいてはそれが私の望みを叶えることにもなる。答えになっていません。新さん、進化を促した。彼は力を欲していました。ですが今の肉体のままでは仮に力を手に入れることができた。そこで彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し優れた能力を獲得。イーターがデータを捕食し、彼はデータを吸収して力を増大させることができるのです。急激な力の増大の影響か多少高揚状態にあるようですが、優子さん、あなたがイーターといや、こっそりあなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その点はしっかり調整して新田君の優位をバッチリあっている。あなたは何？彼は彼の望みどう。あなたは彼の望み。スネドウさん、あなたはリエさんの正体に気づいていたんですか。彼女の精神が人間ではない何者かである。ただそれがロードナイトモンというデジ。付け加えるとすれば、彼女の行為には私も彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや暴挙。私の夢はあくまで世界の進化であって破滅ではない。そこでお二方に提案。我々は最終的な目標こそ違えど、ここは一つお協力。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているゆえに、私ならばゾウサボナですが、ロードナイトモンさんに襲われた。そこで講座の目的達成までボディーガードを。ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは話がつい。いやいや、助かります。いざ。あれよ。あれが交流点。待っていたぞ、人の子。ロードナイトモンの読み通りだな。長い間我が輩はクレニアンモン、ここを通すわけには。リエさんはロードナイトモンは答える必要はない。いや、ちょいと失礼。スエドウスエドウ、奴の策略に気づかず人間を裏切っ事実とは少々異なるようですが、それよりあなたのロードナイトモンさんと同じくイグドラシルの意志は人間世界の破滅だ。なるほど。では私、なんだと。私は人間を進化、愚かしく惨めな存在からこれより生まれる完璧なまでに。そうなればあなた方デジモンとの隣り合う世界の、どうです、他の種族の進化に貢献できる知的生命体として、これ以上ないほどの晴れがましい。理解できんな。お前ごとだ。検討する。そもそもどのような申し出であれ、貴様への協力、それはイグドラシルの命に背くことと同意。やれやれ、神への猛獣ですか。貴様、我が忠義を。思考の停止、意志の欠如、まったく嘆かわしい限りですね。おのれ、イグドラシルへの忠義こそ誉れであり、我が魔僧クラウソラスに。おや、怒らせちゃ。ではあとは、私アランごとはほら来ます。マイル皆さん頑張って。輩が敗れると我が輩の心には迷いあろうことか。イグドラシュルへの、そしてわずかなものではあったが、それが、いや、そういうことは先に言っておいてほしかったですね。たとえ弱さであったとしても疑いの心を持つということは、そこにあなたの意志があ、それは紛れもない。いくらしい、やはり。いやー、悲しいですね。白々しい言葉ですね。こうなるよう仕向けたのは。反論はしませんが、事実は事実。どうあれ。さあ、これで供給はと。末堂さん、あなたも。お父上の死は、彼が描いていたエデンの理想像は本当。ロードナイトモンの暴走を止め、それに家族を失う。ロードナイトモンは父の作ったエデンがデジタル、父やその子供たちにも。だから人間を滅ぼすのだと。本当にそうなんですか？おやめなさい。悲しい記憶を取り戻すのは、しかしは全ての人間が悲しみから解放。もちろん私はこの世界、生まれてしまった悲しみを人間も世界も私がこの手で。めちゃくちゃです。正気。そうですね。これも悲しく。ではまたいずれ。悲しみをなくしたい。そんなこと不可能に決まって。でも絵空事を言っているようには見えなかった。私には。